おはようございます、一ノ瀬はじめです。母ちゃん、昨日あんだけ酔っ払ってみてもちゃんとお茶を用意していてくれました。はい、もうね、さすが母ちゃん、夢の中で入れてた気がする。じゃあいただきます。はい、どうぞ。ありがとうね。はい、今日の天気は、今日の名古屋は予想最高気温33度、最低気温22度で晴れ時々曇りでしょう。現在気温29度、晴れです。やっぱり晴れだとちょっと上がるね。ねえ、やっぱり食べるよ。暑いね。私は倒れやすいからね。今日も朝からカレーいただきます。モーニングカレー、うん、モーニングだからね、少なめですよ。で朝からラーメン食べるとこ地域あってね、静岡。あれいいね、朝ラー。うん、朝ラー。朝ラーはね、静岡の文化です。あ、そうなんだね、うん、なんかこうやってだってするとひょっとしたら他にもあると怒られそうだけど、うん、うちもだぞってまあいいや、とりあえずいただきます、はい、どうぞ。今日はね、二日酔いではありませんが、僕はね、母ちゃんがこのジョアの、ブルーベリー買っておいてくれました。乳酸菌白鷹部が入っております。母ちゃんは全然元気だけど、朝ごはん母ちゃんが飲めよ、チェリーにするよ。母ちゃんが飲めよ、二日酔いなんだから。じゃあとりあえず父ちゃんも父ちゃんもいただきます。父ちゃんジョアで全部治ると思ってますか。そんなことねえよ、ジョアすごい、カレー食ったら治るよ。はい、めっちゃ明るいな。とりあえず、お昼になりました。それではね、今からずっと気になってて行けてなかったお店にランチ食べに行きたいと思います。はい、ここがね、ずっと気になってたドンキホーテさんっていうね、喫茶店です。それでは中入っていきたいと思います。すげえうまそうなメニュー、メニューがめっちゃあるね。迷うわ、ね、はい、まずはサラダいただきます。めっちゃ美味しそう、うん、このサラダめっちゃうまい。トマトは甘いし、このね、カリカリに揚げた、揚げたというか焼いたとか、ベーコンも相当いい、うまいです。はい、母ちゃんが頼んだこれ何パフェ。フルーツパフェ。フルーツパフェ、久しぶりだね、こんなの。こういうの懐かしい。美味しそう。はい、これが僕が頼んだバーベキュースパゲッティと、こっちが息子が頼んだ何だっけこれ、チキントマト風のパスタ。美味しそうだね、いい匂い、うん、このパスタベースはね、名古屋のあのあんかけパスタで、かなりいい感じ。麺も太めでね、美味しいよ。これ美味しい？何？トマトソース？はい、僕が頼んだチョコバナナのパフェです。めっちゃうまそう、いただきます。はい、美味しかったね、ここね、また来ようね。それではお家帰ります。はい、今ね、食事終わって帰りなんですけど、杉薬局見つけてね、母ちゃんがパッとね、あそこ見て、ズームすると来るかな、ここ旗見て、旗ポイント15倍で、これ見てテンション上がって、母ちゃんがちょっとなんか買いに来ました。はい、母ちゃんのなんか注文したやつが届いたというので、一旦ね、家帰ってもう一回晩ご飯食べる時に、行く前にちょっと島村に寄ってみました。島村の服いいよ。何買ったの？服、まあ、服だろうねじゃあ母ちゃん取ってきて、行こうしゃい、行ってらっしゃい。はい、今日の晩ご飯はびっくりエビ天丼サンキさんにやってきました。相変わらずメニューすごいな。天ぷらが立ってる、エビがぶっ刺さってる。母ちゃんが頼んだ欲張りセットからの、僕が頼んだ、天丼ざるそばセット、いただきます。めっちゃうまそうに撮れるこのレンズ。食べ終わって出てきました、目の前がアピタです。美味しかった。美味しかったね。夜も明るいよこのレンズ。それではお家帰ります。はい、とりあえずね、これ今画面を見ていただくと、今ね、 Windows アップデートの画面になっております。これでね、チェックしても多分ね、もうさっきから何度もやってるので、あれ、まだなんか出るな、これ終わってないのか。あ、でもすぐ終わったな。こんな感じで、あ
て、でね、システムで見てもバージョン情報ね、ここ、Windows 10 Pro の、1903、これのね、最新のものになっております。ちなみにね、これ、今、Edge を立ち上げるとこんな感じでね、エッジでここ今 Chrome が突然ネットに繋がらなくなったっていうので、一番最初にやったのがこれ見つけてね、このネット SH ウィンソックリセットっていうね、これをねコマンドプロンプトから実行して再起動かけると繋がるっていうねことが書いてあるんだけど、これはねダメでした。でグルドンもね、でグルドンじゃないわ、ディスコードもね、今これブラウザ側だとこういう感じでね見れるんですけど、このね絵のあたりとかね全然ダメでした。くるくるなっててね。でこのね他のグルドン民の方にこのドライバー AMD のドライバーのソフトウェア、このダウンロードして入れてみてアンインストールしてからもう一度インストールっていう形を取ったんですけど、ちゃんとねその間もねリセットじゃないわ、リスタート再起動かけてるんですけど、全くもってダメ。実際ねこんな感じでね、どこ行った、閉じて Chrome 立ち上げるとね、まずねこのログイン画面にすら入れない。ここね同期するにしてもずーっとね、この右上の隅、ここね、ここ、クルクルしてるでしょ?で、これがね、このまましばらく行って、で、多分数秒後には出ると思うんだけど、ほら、アクセスできませんっていうね、こんな感じになっちゃってるんですね。何度やっでもダメだし、これもねアンインストールとインストール繰り返しやってるんだけど全くダメ。原因がねいろんな人に聞いてるんですけど全くわからないんで非常に困っております。でねこのさっきいろいろやってたらここ GeForce のエクスペリエンス、これもね立ち上がらないんですよね。こいつは来たな、なぜか。なんでこいつは立ち上がっちゃったね。困ったな。なんだろう。全くわかんないな。ここのチップセットも入れ直したし、この、なんとか。あとね、なんだったかな。この Google Chrome を使えないときの、クリフォトグラフィックサービスの再起動。これも試しました。で、これはね、試した甲斐あって、Discord のね、アプリの方で、ちゃんと表示もされるようになったし、画像とかね、その辺も表示されるようになったのでね、質問したりし、なんなりしてね、こう、会話でこう、トラブル解決に向けて進むようにはなったんですけど、唯一今現状この困ってるのが、Google Chrome が使えない。やっぱりね、今までずっとベースが Google Chrome できたので、使い勝手もね、良かったし、なんだろうね。ネットのね、インスタネットの方の設定もね、みんなにいろいろ教えていただいてやったんですけど、全くダメでした。何なのか、ほら、何度やってもダメなんですよね。再読み込みも、再読み込みすらね、反応しないの、これ。ほら。クリックしても、あ、一応今反応したな。くるくる回ってるんで。わからない。繋がってはいるんだけどね、ネットには。ちゃんと。
ダウンロードもできるしね。困った。もし他に何かいい方法ございましたら誰か助けてください。自作 PC はね、この辺がやっぱりネックだよね。困ったもんだ。まあね、とりあえずこっから今現状前に進まないので、一旦ここで終わってね、編集はどうやらできるので、あとはまあエッジを使って今日はね、あの編集した動画もアップロードしていきたいと思っております。それでは今日はこんなところで失礼します。また次の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。Your fingers.